バンサン・コンパニーは、ベルギー・ウクル出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。現在は、ベルギーファースト・ディビジョン A ・ RSC ・アンデルレヒトの、監督を務めている。RSC ・アンデルレヒト時代 RSC ・ R アンデルレヒトでキャリアをスタートし、2003から04、シーズンの UEFA チャンピオンズリーグのラピド、ブカレスト戦でデビューした。 一年目からレギュラーとしてプレーし、リーグ制覇に貢献。2004年には、ベルギー年間最優秀選手に選ばれた。2005からレロクシーズンは、怪我により、出場機会が限られたが、二度目の優勝を経験した。ハンブルガー SV 時代2006年6月9日、ベルギー代表の先輩である、ダニエル・ハンブイテンを、バイエル・ミューンヘンに放出したハンブルガー SV に、 移籍金1000万ユーロで移籍した。しかし、移籍初年度は、怪我により6試合の出場に終わった。2007から08シーズンは、ティモア・トゥーバ、よりスマ対戦だとレギュラーを争ったが、23試合の出場に止まった。結局、HSV では、レギュラー確保には至らなかった。マンチェスターシティ時代2008年8月22日に、 マンチェスターシティ FC に移籍金600万ポンドの4年契約で移籍、背番号は33となった。移籍直後のウエストハムユナイテッド FC 戦でプレミアリーグデビュー。9月28日のウィガンアスレティック FC 戦で移籍後初ゴールを挙げた。移籍初年度からレギュラーとして34試合に出場した。2009から10シーズンも引き続きレギュラーとしてプレーし、 2009年10月19日には、新たに5年契約を結んだ。これまでは、CB とボランチの両方で使われていたが、新たに背番号4を背負って臨んだ2010から11、シーズンは CB に固定され、カルロス・テベスの不在時は、キャプテンとしてプレーするなどチームを牽引。9月25日のチェルシー FC 戦で1-0の完封勝利に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチに選出。 11月10日のマンチェスターユナイテッド FC とのマンチェスターダービーでも、完封での引き分けに貢献した。自身最多となるリーグ戦37試合、全大会合計50試合に出場し、リーグ戦最小失点体を記録した、守備陣の中心として活躍。シティのクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権獲得と、FA カップ優勝に貢献し、 自身もピーフ年間ベストイレブンに選出された。新首相として臨んだ2011から12シーズンは年間を通して安定したパフォーマンスを披露して死去最終ラインから敬遠し44年ぶりのリーグ優勝に貢献した。またコーナーキックからヘディングで決勝ゴールを挙げた2012年4月30日のマンチェスターダービーでの活躍なども評価されて2011から12 シーズンのプレミアリーグのシーズン MVP に選出された。また、ピーフ年間ベストイレブンにも2年連続で選出された。また7月26日には、式との契約を新たに6年間延長することが、クラブの公式 HP にて発表された。2012から13シーズンは、怪我がちで、国内リーグでは26試合の出場にとどまった。 2013から14シーズンは28試合に出場、ウエストハム戦ではゴールも決めリーグ優勝に貢献した。2016から17シーズンは不勝利脱と復帰を繰り返していたが、4月15日のサンダーランド AFC 戦以降は最終節まで連続出場した。4月15日のサンダーランド AFC 戦、5月6日のクリスタルパレス FC 戦。 最終節のワトフォード FC 戦ではゴールも決めた。2017から18年度、エフルカップ決勝対アーセナルでは、チームの2点目を決め優勝に貢献。また後半戦は、試合出場が増え、リーグ優勝にも貢献した。2018から19シーズン、リバプールと優勝を争い、最終節を前に引き分けも許されない、レスター戦では、値千金の決勝ゴールとなる。 ミドルシュートを決めてチームに勝利をもたらし、この勝利が最終的なプレミアリーグ2年連続への優勝につながった。FA カップ決勝に出場したのがシティでのラストマッチになったが、最後のシーズンにキャプテンとしてリーグ優勝、FA カップ、リーグカップの三冠獲得に貢献した。2019年5月19日、2018から2019シーズンをもって、 マンチェスターシティを退団することを発表した。在籍中は、キャプテンとして、リーグ優勝4度など、クラブの躍進に、重要な役割を果たし続けた功績から、スタジアム前に、ダビド・シルバの銅像と共に、コンパニーの銅像が建設されることをチームが明かした。RSC ・アンデル・レヒト、時代選手権人監督として3年契約で復帰。2006年以来の古巣復帰となる。 2020年8月17日、引退と監督業への専念を発表した。2004年にフランス戦でベルギー代表デビュー。北京五輪には当初ハンブルガーが派遣しない方針であったが、結局許可が下り出場し、メダル獲得はならなかったもののベルギーのベスト4、進出に貢献した。ベルギー代表ではレギュラーに定着し、2010年5月19日の ブルガリアとの親善試合で代表初得点となる決勝点を挙げた。2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出され出場した。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会ではコンディションの不良で控え選手としてスタートしたが一時リーグ最終戦のイングランド戦に途中出場。決勝トーナメント1回戦の日本戦以降は先発に復帰。 チームのワールドカップ3位に貢献した。国際 A マッチ89試合4得点父親はコンゴ民主共和国の出身で現在代理人を務めている。2018年にブリュッセルの自治体の一つであるガンショアムの市長に就任した。コンパニはフィファの大使として父親の故郷であるコンゴ民主共和国において子供たちに住居や学校教育を提供する。 チャリティー活動をしている。2011年に結婚しており、また結婚前の2010年にすでに娘が生まれている。小学校はフラマン語で教育を受ける学校であったため、母語であるフランス語の他にフラマン語も話すことができる。シティで CB のコンビを組んでいたジョリオン・レスコットはコンパニーをリーグでも際立ったプレーをしていると評価。また、同じく ディフェンスラインを組むアレクサンダル・コラロブは、ネマニアビディッチのレベルになることができると、代表での元チームメイトの名前を出し、世界的なディフェンダーになれると評価している。プレミアリーグのトロフィーを手にするコンパニー。ありがとうございます。